では続いて、はい、はい、どちら行きましょう。どっちにしましょう。じゃあ私行きますか。はい、レコードで、はい、はい、じゃあ私はですね、スクリッティポリッティのキューピッド&サイケ85ということで、まあまあ本当にね85ついてるだけあって1985年の作品でありまして、これ2枚目になるんですよね。チキン、そうギターが最高ね。チャキンね、そう、そんな感じですよね。チキン、そう、ウッドビーズのイントロのつもりでした。あ、なるほど、はい、ウッドビーズね、これあのスティーブ・フェローニがドラムとかやってましてね、スティーブ・フェローニだったかね、この曲もね。そうですね、まあとにかくいいアルバムでしたからね。そうですね、名曲ぞろいの、あの、まあ、珍しいミュージシャンだと思うんですよ、うん、本当に珍しいと思います。あの、なんつうのかな、そんなにね表に出ない、うん、そうで当時ライブやらなかったしね、当時ライブやらなかった、そうなんだけども、ものすごくあの玄人受けするものを作っていて、そう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 、一部熱狂的なファンがもう未だにいますっていう、そう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 、ね、で、あの歌のグリーンガートサイドっていう人はルックスがいいからそういう人気もあって、それね、でもね嫌だったんですよね。だけど玄人人気もあったね、そうそう、割と奇跡的なね、うん、大抵どっちかに偏っちゃうんだけど、うん、そうそうそう、それでも割と玄人もみんな好んだアルバムですね、うん、まあ、1枚目のね「Songs to Remember」っていうのはあったんですけども、うん、もうそれ白いジャケのね、白いジャケのやつ、うん、まああの時本当にねそんなに言うほどねミクスチャー感を感じなかったんですけど、まあでも黒の匂いはすごくするなと思っていたら、うん、もうこの2枚目になって、うん、すっごくあのニューヨークのミュージシャンと本人あの、うん、イギリスのウェールズ出身なんですけど、はいはい、グリーンガードサイドが、うん、であとはまああのその辺りの学校の同級生と始めたバンドらしいんですけどね、うん、あのそう、そう、この時も2人なんだっけ、3人だったっけ、この時3人なんですよ、3人でこの後2人になっちゃうんだね、そうです、そうです、デビッド・ギャムスか、そうです、そうです、その方がね、そうそうそう、結局ねまたあのナイル・ロジャースとつないでくれたっていうことらしいんですけど ね、うん、まさかですよね。私は全然そのナイル・ロジャースをし、まあ当時そんなに言うほど考えては、うん、真ん中にはなくてね、真ん中にはなくてそれを聞いては言うほどはいなかったんですけれども、結局なんかあのナイル・ロジャース絡みのものを手に取ってしまうっていう、うん、でも結構ねこの2枚喋ってたらいいお時間になっちゃったんですよね。ちょっとこれもうちょっと喋りたかったな、いろいろ。じゃあ次回あの次のじゃあ次回最近後編から参りましょう。キュービッド&サイケの、じゃあ本日はこれまでって講義みたいになっちゃいましたが、ね、それではまた次回お会いしましょう。はい、グッドタイムチューズ、チャンネル登録してお待ちしております。